面倒預金に気持ちよく。清水港は姉さんがいるが、よかったと聞いていた。次郎長殿の貫禄もぐんぐん上がったそうですが、女房長さんがいればこそと言っちゃいすぎかもしれねえが、その親分清水の次郎長が深見村の長兵衛腰元に世話になったは覚えているの。下を向くこれを眺めた身受けや、なぜ黙ってくんだい始末。世話になったのを覚えてんのかい。へっへっ、覚えておりますと。不幸な話をするんじゃねえが、親が死んでもこの俺が涙ひとつこぼさねえ親子も、深井村の長兵衛樫本の舐め出るときは船の舐めは止められしねえ。あの樫本が今でも言っておられたら、親分はじめあっしらは大地に座りドドーンと座って血と涙でお詫びをしなければならねえが、親分はじめおっさんが城の土産に身代わりになって、大官たちは保護者の協力のため水攻めでおったのを思い出しゃあっしゃは気の毒で気の毒で仕方がねえんだい。これを聞いたる三受け山、よくお願いします。強いばかりが男じゃないの、それこそ清水の18人衆、深見村の菓子もこの草葉の陰より満月だろう。一年前のこと物語、眼を潤ませ石松よ鎌太郎と
すんしで決まりが悪い玉太郎差し出すボンの上へ段取りなしに石松がボンの上を見るなれば五物全部考慮金一百両別に道中石松が小遣い千は三十両出された時に石松がアッポーばかり驚いたが今も今まで蒲太郎たかが草津の役だものうちの親分次郎長と付き合いできてたまるかと思った心が恥ずかしや高殿百両わらじ千腰いただいて始末な橋本お世話になりました今度街道へ来られたら清水港へぜひ一度わらじを脱いでくださいとどうかそれまでの達者で別れを告げて石松が島の着物に小倉帯腰に刺したる神道は鬼人丸とって切れるが自慢長脇雑誌おば腰にとぶち込んで回しがっぱに三度がさこれから清水へ帰り道草津恋分け後にする練習浜浜津広いようで狭い電流がわらで一服すれば運が悪いか始末はその時出会った役座の仲間宮戸取りとて二代目口兵久しぶりの友達がいいちょいと遊んでいってはどうかそいつはよかろと調子に乗って酒の魚に高電話しちょいとだこに喋ってみせりゃ俺も降りとて宮戸取り兄弟三人4人と出かけにゃんなら義理の花かい百両持って行くに行けない男の情けどうか四五日助けてくれと七つ頭を下げられりゃ森の石松しがらみ差し金が返す目当ては長藩勝負逆に取られてのっぴきならず遠すぎ森にと始末をおびき出しては卑怯も卑怯十一人で寄って高案あて切って切られて切りまくられてさすが丈夫な始末も二十歳一落とし男命も花と散る練習森の石松の道中すごろく旅に行き細松長良の一鎖ちょうど受け持ち時間となりましたお聞き苦しきその中もようこそお付き合いくださいましたようこそ踊っていただきました講談ながらであるけれど